はい、トワイライト連邦共和国 Vlog です。京浜急行の踏切事故の話なんですけども、前3両が脱線したということで、京浜急行の線形ですね。で、いろんなの報道をですね、見ていますと、ちょっとね、違和感のある、報道が多いので、ちょっとそのことについて話をしようと思いますけど、もちろんトラックがね、踏切で立ち往生して、そのまま、放置したのか、脱出を試みようとしたのか知りませんけど、遮断機が降りればですね、もう電車が来るわけですから、普通は間に合わないので、非常ボタンを押すとか、なんかしなきゃいけないんですけど、その報道がですね、どうもその、電車のですね、京浜急行の電車のスピードの、出しすぎではないんですよ。出しすぎじゃないんですけど、出しすぎを疑う報道であるとか、あるいは、ブレーキをですね、もっと早くかけなかったという、そういう、結構無責任なね、報道とかコメントとか解説が多くて、ちょっと違うなという気がしたんですよね。だからそういうことを言う人はね、普段電車乗ってないのかなという気がしてならないっていうか、なんでそういうコメントが出てくるのか、もう理解ができないというかですね。今の日本の、鉄道のシステムは、自動列車停止装置とか、あるいは自動列車制御装置とか、ATS とか、ATC とか、そういうこう安全装置が幾重にもついてるわけですよね。もちろん踏切には障害検知センサーもありますし、それが出ると、閉塞信号が停止限時、要するに赤になるというようなこともあるんですけど、内線走ってたのが快特ですから、あの区間の120キロで走るわけですよね。なので、それはね、人が多く乗っておれば、そう簡単には止まれませんよ、電車は。なんだって鉄輪ですからね、鉄輪に鉄のレールですからね。摩擦が少ないわけですから、そう簡単には止まりませんよ。それでも止まるようには設計はしてありますけど、あえて気がついた段階でブレーキ、かけたって止まんないですよね。なので、別にその速度出しすぎなわけでもないですし、ダイヤ通りというか、規則通りの、スピードで運行してたはずですよね。だからその根本的な福知山線の事故とは違うわけですよね。でちゃんと非常ブレーキもかけてましたしね。だから、どうもその、鉄道会社を責めるような、なんか報道が多くて、ちょっとあれは、誤ったメッセージを社会に発するな、ということで、誰もなんかそういう報道をしてて、テレビ局がそういうの多いんですけどね。なぜかというと、文字だけで書いてるわけじゃなくて、いろんな人がこうコメントするわけですから、出てきてね。だからニュースワイドショーとか、その類の、番組ですけど、そのニュース原稿を読んでるアナウンサーだけじゃなくて、例えば解説委員だ、論説委員だ、評論家だ、コメンテーターだって、ほぼ素人に近い人たちが出て、なんか喋るわけですよね。なんか喋るのはいいですけど、分かってないのに喋って、なあっていうんですかね。それが、なんかさも、正当な論評であるかのように喋るのはちょっと違うかなという気はするんですけどね。そういう、なんていうんですかね。今のね、世の中、そういうテレビだとか、あるいはその、新聞だとかの、
誤ったと言ってもいいでしょうね。誤った論評にこうずるずる、引っ張られてそれを信じる人たちっていうのは少ないと思いますけど、そういうリテラシーのある方多いんでね、思いますけども、ああいう報道っていうのが、その鉄道っていう、まあ、インフラですよね、こう社会生活の、しかもこういう都市部のね、基盤となってる、インフラの機能をですね、低下させかねないわけですよね。これもしも京浜急行が、じゃあもう120キロ出しませんって言って100キロにしますとか言うとダイヤ全部変えなきゃいけないわけですね。でダイヤ全部変えるのはいいですけど、研究校だけでは話済まないわけですね。乗り入れ相手先があるので、東京都交通局とか、それから京成電鉄とか北総とかもういっぱい乗り入れ先があるので、そこのダイヤも全部変えなきゃいけないわけですね。しかも普段そこを利用している人はそのダイヤに沿って生活しているわけですから、距離が長くの乗ってる距離が長くなればなるほど、スピードを落とせば到着時間がこう遅くなるわけですね。でそのシステム自体に問題があるんであれば、それはもちろんダメですけど、変えなきゃいけないですけど、どう考えても踏切に入って遮断機閉まってそのままいた方がおかしいわけで、あの田舎の単線の遮断機もない踏切じゃないんですから。今はそんな踏切だってちゃんと非常ボタンありますよ。田舎の地方交通線だって。ましてや首都圏の、複線でバンバン列車が走ってるような線路で、そういうものがないわけないんですから、どう考えたって立ち往生した方にも立ち往生するのは仕方ないんですけど、それはまあすることもあるでしょうけど、その処置ね、その時の処置に問題があるわけでまあもちろんその人件費をかけてね、昔の国鉄のように全ての踏切に踏切警守っていうのを置いて、昔はね、まあ比較的大きな踏切には踏切警守っていうのがいたんですよ。で、踏切脇に小屋がありまして、その小屋に、踏切警守っていうのがいて、手動で遮断機を上げたり下ろしたりしてたわけですよ。で何かあると、もちろん鉄道の専門家ですから、専門家というか鉄道員ですので、そこからすぐに通報して列車を止めたりとか、なんかこう緊急の処置を取ってたわけですけど、まあ、どんどん自動化されて、踏切警守がいる踏切なんてほとんどないわけですね。まあ、だからその代わりに誰でも押せるような非常ボタンが設置されたりとか、障害物を検知するセンサーが設置されたりとかいうふうな対策がされてるわけですけど、まあどうもね、こう京浜急行を非難するようなちょっと方向の報道っていうのはちょっと変だなという気がします。まあ少なくともみんながそう感じたかどうか知りませんけど、少なくとも私はそういうふうに感じたので、ちょっと変だなというふうに、思いました。でもやっぱり、こういう過密した都市で高速で走る鉄道っていうのは、高速っても新幹線とかの高速鉄道とは違いますけど、まあ地上を走るね、普通の鉄道で比較的高速で走る、100キロ以上で走る列車っていうのは貴重なわけですよね。移動短時間にしてくれる、バスではありえない速度ですし、新幹線よりもはるかに安い運賃で乗れるわけですよね。まあやっぱそういうこうインフラを潰しかねない、もちろん安全性に問題があれば別ですけど、まだ根本的なところの原因っていうのは、まあ、まだ事故調査委員会が入って事故調査してますから、
まあ、そっちの見解を待たれるところではあるんですけど、前はだからね、もう淡々と事実だけを伝えて起こった日なんですから、ストレートにこう事実だけを伝えるニュースで終わらせればいいのに、なんかあれやこれやと無理に解説しようとするからおかしなことになるんでしょうね、多分ね。わかりますよ、それはそういうのに時間をとって解説らしきことをして、視聴率を上げたいのか、見てほしいのかどうか知りませんけど、ちょっとあまりにもね誤ったメッセージすぎるなというふうに感じました。まあ、事実がこういろいろ明らかになっている過程でね、おかしなことがあればそれをまた随時こう追加で報道していくっていうのはいいことだと思いますし、当たり前だと思うんですけど、なんかね、誰かを悪者にしないと気が済まないみたいな、そういうなんか報道の風潮と、まあこういう大きなね、比較的大きな事故ですから、だから大事ですから大きな話題ニュースになるのも無理はないんですけども、だからといったらああいう無責任な解説はないなというふうに思いました。まあ全部が全部見たわけじゃないんですけど、まあ、一部ではありますけど、でもなんかまあ でも多分ね、どこもね似たようなもんですよ。どこの局も似たようなことを、多分喋ってますよ、やっぱりこういう交通機関のね事故っていうのは、いろんなこう複合的な要因があって、最終的にその何が原因でっていうのがこう完璧に分かるのは結構時間がかかるんですよね。なので、それをなんか先走って予断を持ってというか、予断しかないですけどね、予断だけで。あ、どこだ、喋るのはどうなのかなと思いますけどね。専門家が本当に、なんていうんですかね、今分かっている状況だけで判断して、憶測なしで喋るんだったらいいですけど、大体、いい加減なやつが喋ってますよね。本当に大丈夫かなと、思うんですけど。まあまあ、そんなんで、今日は、そういう報道を、研究校の事故の報道を見て、なんか変な報道だな、変な報道の仕方だなというふうに思ったので、ちょっと喋ってみました。まあ翌日、明日の夕方には運転を再開させたいみたいなことを言ってましたので、まあそのためには車両をね撤去しないといけないので、まあ、それ自体がまた一苦労ですけど、基本的には事故調査が一通り終わるまで動かせませんので、まあ時間はねだいぶかかると思いますけどね。まあ幸いなことに JR が並行してますので、ほぼほぼJR に振り替えられるので、まあそこだけのことをね言えば、まあまだ不幸中の幸いだったなとは思いますけど。明日もちょっと混乱しそうな感じですね。はい。こんな感じで、あまりそのいい加減な、こう、解説とか、いい加減なコメントに、テレビのね、いい加減なワイドショーのコメントに惑わされないように、何が本質なのか出てくるまでですね、わかりませんので、予断を持って見ないようにした方がよろしいんじゃないかというふうに思います。以上です。今日もご覧いただきましてありがとうございました。